いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した漏電火災警報器を使って、実際にですね、この変流器に電流を流して漏電状態を作ってですね、受信機とブザーのですね、作動を見ていきます。こちらをですね、この変流器の中に通してつなぎます。今ですね、こちらの受信機の方の設定の方がですね、100ミリアンペアになってますので、こちらの試験機の方もですね、レンジを300ミリアンペアに合わせて、今からですね、電流調整のつまみでですね、どんどん電流値上げていきます。じゃあですね、試験していきます。今10ミリ、20ミリ、30ミリ、40ミリ、50ミリ、60ミリ、70ミリ、80ミリ、90ミリ、はい、作動、90ミリアンペアでですね、作動しました。そしたらですね、今からこのですね、電流調整のつまみを、下げると、今こちらの方がですね、自動になってますので、自動で復旧がかかりますので見ていてください。さあですね、これ下げていきます。はい、復旧、こういった形でですね、漏電火災警報器は、この変流器にですね、電流が流れる、漏電状態が起こると、受信機でですね、漏電表示がされて、ブザーが鳴ってですね、周囲に漏電を知らせてくれる、そういったですね、警報設備になります。